その日の出来事のお時間です。キャスターの歴史好きおです。たおやあかです。この番組はその日にあった出来事をお送りします。今回は織田家の菩提寺、崇福寺をご紹介します。今回、伊能さんがご住職にインタビューを行っております。それでは、早速ご覧ください。私は岐阜県岐阜市の崇福寺に来ています。織田信長が斎藤道三の孫の斎藤辰興を滅ぼし1567年美濃に移ると、この崇福寺を菩提所とし保護しました。神道を滅却すれば火もおのずから涼しといったことで有名な海鮮蒸気が住職を務めたこともある由緒あるお寺で、道内には貴重な資料が展示されています。毎年10月第1土曜日に岐阜信長祭りが開催され、このお寺でも織田信長公追悼式が行われます。祭りの2日間は無料開放されます。道内には信長公ゆかりの品が展示されています。それでは崇福寺をご案内したいと思います。まずはじめにご住職の東海光道さんに、この崇福寺と織田家の関わりについて教えていただきます。よろしくお願いします。岐阜へですね、信長が入場いたしまして、それからもすぐに、このお寺を保護するという書状がここへ出されております。そして、信長との関わりよりもむしろ最初は信忠ですね、信忠のお母さんは吉野ですが、小牧山で亡くなりました。その後信長がこちらへ入場してくるわけですが、そしてすぐに信忠が自分の母親吉野の位牌所としてここへ安置をしてほしいという、そういった書状もこちらにございます。そこから織田家との関わりが生まれてきて、そして最後は本能寺で信長が亡くなって、お鍋の方ですね、側室お鍋の方がこちらへ位牌等を安置させたという、そういうつながりですね。それでは織田家のゆかりの品教えていただけますでしょうか。わかりました。じゃあそちらにありますのがですね、板にこう絵が描いてありますが、これが織田信長公の教訓の絵だと言われております。和歌が書いてありますね。その和歌と絵を見比べていただくと意味がわかると思いますが、へら捨ててすぐに気を持ち稼ぎなば、おのずから身を持ち破るなりと、庭の細かい草を取るには昔は竹をちょっと先を曲げてこう取ったものですが、そういった曲がった木を捨ててまっすぐな、左手で木を持ってますね、まっすぐな木を持って、あるいは木を取り直して茅は夜だから日夜精進すると、おのずと身が持ち上がるということで、右手で身を持ち上げてますね、ということで、こうありたいということの、信長の教訓の絵だと言われています、続いて清洲城のシャチガワラについてご説明いただけますでしょうか。これが清洲城のシャチガワラ、これのレプリカが清洲城に展示してあります。これしか片方しか残っておりません。多分これは本能寺の変の後に側室小倉氏お鍋の方が、こちらへ遺品の一点として、持ってこられたんだろうと思っております。続いて信長公の肖像について教えてください。正面にお祭りしてあるのが信長公の画像です。大体の中肉中背で160センチ前後と言われております。その当時の160センチってのは標準ですね。今で言えば背が低いということになりますが、その頃だと標準だと思います。大変色白で、華奢な舐め型のタイプで、声はなんか甲高いということが言われておりますね。いろいろ大河ドラマだとかいろんな主役をやられました、信長をやられたような方は結構こちらへ来られておりますが、どなたも皆さん160センチ以下の方はおられませんね。皆さん背の高い方ばかりでございます。続いて地天井のことをお願いできますでしょうか。そこの説明板にも書いてありますが、地天井の説明板ございますが、これはもともと稲葉山城、岐阜城の床板です。
でそこにも書いてあるように、1600年の関原合戦の前哨戦、1ヶ月ほど前の前哨戦で最終的には信長の孫信忠が、まあ、上司であったわけですが、西軍に味方をするとはっきりさせたために、1ヶ月ほど前に東軍に攻められて、で岐阜城が落城するわけですが、秀信は、市内の円徳寺というお寺、これは本願寺のお寺ですが、そこで剃髪をしてもらって、数名の家来に付き添われてですね、高野山の方へお忍びていったと。まあ、ですから後の残った38名の家来が自害をして、結婚が稲葉山城の床板、岐阜城の床板に付着した。それをここへ持ってきて、後に菩提を唱ったと。まあ、そういうあれですね。続いて、信長公の書状と茶掛けをご案内ください。こちらにありますのが、覚えてありますが、これは手紙が、軸仕立てになってますけれども、これは信長が自分の次男、信勝宛てに、当てた手紙です。その頃、信勝は、北畠中将を名乗っておりました。この内容はですね、まあ、大まかに言いますと、本来は、摂津方面を攻めるべきなのに、地侍にたぶらかされて地元をで、戦をして、あえくの果てに、まあ、有能な武将を亡くしてしまったということで、大変信長が怒った内容の手紙ですね。それからこちらは雪月花、ここには天下布武の印が押してありますね。美濃に入ってから天下布武の印を使い出したようですが、まあ、信長は大変お茶を愛された方ですし、まあ、領地というのは会議がありますから、お茶道具だとかそういったものを非常に上手に巧みに、まあ、利用された方ですね。雪月花、まあ、このこういった茶掛けをですね、功績のあった武将に、下げ渡して、まあ、それをいただいた、武将は、自分の茶室で、信長公をお招きして茶会を催すと、まあ、こういったことが何よりの誉れと、まあ、そういうような時に多分こういうのを下げ渡したと思いますね。本当に今日はご住職どうもありがとうございました。どうもよく来ていただきました。今回は総福寺を取材しました。信長ゆかりの貴重な資料ご覧いただけましたでしょうか。その日の出来事では、これからも様々な情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。また次回ご期待ください。伊能さん、総福寺のリポートありがとうございました。その日の出来事では様々な情報をお送りします。ご意見ご希望などございましたらご連絡ください。今回はこれで失礼いたします。その日の出来事、ご覧いただきありがとうございました。